皆さんにちょっとお知らせがあるんです。何でしょう。あの私体調の面でねなかなかお外にお仕事以外で出られなくて、うん、なのでラブログがちょっと増えちゃうかもしれないんですよ。なのでそこはちょっと考慮していただきたいとか、なんて言うんだろうね了承していただけたらなと。お願いします。ちょっとこの子も思います。きついところあるんで、なんかコメントでね、森崎アリス変わったなとかね、なんかラブログしか上げてねえじゃんとかね、私もいろいろ考えてあのコメント欄にもしたんですけど、あのラブログ上げたら自分のメイクの上げて日中上げてとかで順番に上げてるつもりでもいたんですけど、それが不可になってしまったんです。今までの動画ができなくなってしまって、なのでまあ一緒に住んでる彼との動画が増えてしまったっていうのもあったので、ちょっとそこはねちょっとあの謝らなければいけないとともに、まあ、考えては本当にいるので、それが増えちゃって悩んでて、それで動画が更新できてなかったっていうのも実はあったんですよ。もう 1,2 週間ぐらいもっとかな、更新してなかったので、ちょっとラブログが増えてしまうかもしれないんですけれども、ちょっとそこはあの本当申し訳ないです。まあでもな、いいんじゃないかな。あのでも7月にね、皆さんにいい発表もできると思うしね。そうだね、まあ7月ちょっと関東圏の人を楽しみに、はい、なのでいい発表もできると思うので、ラブログもあのもう別に何を言われようとこれしかできないので、とりあえずそう、まあ7月こうちゃんの正体も多分わかるんで。そうだね、こうちゃんの正体もわかるし、あのちゃんと無理やりタレントしてんじゃんっていうのも分かってくれるかもしれないし、まあちょっと皆さんお楽しみに待ってください。お楽しみに待っててください。じゃあ本日ははいチャット無理やりでした、はい、バイバーイ。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。あ、そっか。忘れた。久々すぎた。チャンネル登録してね。チャンネル登録。